これはレモンだね。丸ごとじゃないのが至極残念だ。これは。どうしたんだい、高村くん。いや、なんでもない。ちょっと、懐かしく思っただけだよ。もちろんそうだろう。レモンは、僕の一部であるように、君の一部でもあるんだからね。うん。そうだね。うっかり爆発させないように気をつけなよ。